から力へと進みましょう。詩編84編4節から7節。あなたの家に住み、常にあなたを褒めたたえる人は幸いです。その力があなたにあり、その心がシオンの王子にある人は幸いです。彼らは涙の谷を通っても、そこを泉のあるところとします。また、前の雨は池を持ってそこを覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神々の神にまみえるでしょう。使徒言行録26章20節。ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。マタイによる福音書3章8節。だから悔い改めにふさわしい実を結べ。人生は旅です。想像してみましょう。まっすぐ神様の道を歩んでいるときに誘惑され、迷い道に歩き出してしまいます。その道がだんだん暗くなり、一人ぼっちでどんどん怖くなります。目の前に暗闇しかなく、主を呼び求め、自分の罪を告白します。すると後ろから優しい声が聞こえてきます。振り向いて。そして、振り向けば、なんとイエスがすぐ後ろにいます。ずっと一緒にいるよ。正しい道に戻ろうか。と、主が誘ってくれます。本当に立ち返る、悔い改めるなら、汚れ、悲しみ、暗闇から解放され、喜びと平安が満ち溢れます。道の端ではなく、イエスと一緒に道の真ん中を安全に平安に歩みたくなるはずです。そのうち私たちが悔い改めにふさわしい技を行うようになり、実を結ぶようになるでしょう。長い間続けてきたある罪の生き方、習性、癖などから初めて立ち返るとき、それらを手放すために大きなライフスタイルの転換や、ある行動についての制限などが神様から示されることがあります。神様はそのときだけでなく、続けて私たちの思いや態度、心の奥にあることにも働いてくださり、一生正しい道に導いてくださいます。それには痛みや悲しみを伴うこともあり、ずっと慣れ親しんできた癖や敵の嘘を手放すときに不安を感じるかもしれませんが、必ず命と喜びがあふれ、やがて良い実を結ぶ歩みへと変えられていきます。常にイエスに向き直すライフスタイルを身につけましょう。古いことをやめ、的外れの道から離れるだけではなく、新しい習慣、新しい道を歩み続けることです。祈りと応答。少し時間をとってこのように祈ってみましょう。罪の悔い改めを導いてくださり、ありがとうございます。続けてあなたの光の中を、的を得た歩みを続けるためにあなたの力が必要です。助けてください。宣言。我が力はあなたにあり、
力から力へと進みます。